安楽寺は、山梨県笛吹市伊沢町下平井に所在する、新言宗地山派の寺院。三号は、金剛山、本尊は、観音菩薩像。所在する笛吹市伊沢町下平井は、甲府盆地東部に位置し、笛吹川左岸、神奈川線上地に立地する。古来から氾濫を繰り返す笛吹川の影響が、比較的、少ない備高地で、上平来、中川と共に、 高校遺跡が多く分布し、奈良時代、平安時代の遺跡も多い。古代の律令制下には上平中川、笛吹市,市一宮城坪井地区を含めて、山梨郡玉井郷に含まれていたと考えられている。中世には、平井里に含まれ、甲井、源氏の一族、平井氏が進出する。近世には、下平井村が成立する。 一帯は古代海の国における後期国府所在地と推定されている笛吹市三坂町国が後に近く、また古代関東海の路に持ち帰。海の国の国府は移転していたと考えられており、前期国府は笛吹市カスガイ町国府一帯に推定されている。一方、後期国府の所在地は和明類受賞に国が在圧城郡軍と記されていることから、 国が地名の残る笛吹き市三坂町国が付近と推定されている。海事は東海道横曽駅から分岐する城で、鹿児坂峠を越えて、海の国府に至る道である。演技式標部署には海事の宿駅として、水市駅、川口駅、柿地駅の3駅の存在が記されている。この内水市駅の所在地に関しては、 笛吹市一宮町市の蔵に否定する説のほか、異説として、笛吹市伊沢町、平井屋笛吹市三坂町上黒駒、笛吹市八代町奈良原に否定する説がある。観音菩薩立像が収められていた、保管庫安楽寺の創建については不明であるが、江戸時代の状況を4年には改定により、中行された。江戸後期の海の国史によれば、安楽寺の本尊は、 観音菩薩像とされ、本尊として伝来する、平安時代の観音菩薩立像がこれにあたると考えられている。安楽寺の観音菩薩立像は、木像、湿白、桜材、造工は146.8センチメートル、笛吹き師指定文化材、絵門の一部に本葉式が見られる。一帯は古代の国が推定値に近いため、 古代の観音菩薩信仰の像として注目されている。現在は2005年に開館した山梨県立博物館に収蔵されている。また、笛吹市一宮城竹原殿の漫願寺は、国が推定地、海の路に近い地理的条件が安楽寺と共通し、同様に平安時代作の11面観音菩薩立像が伝来している。 山梨県の地名 P421 海の国の宝物 P3 海の国の宝物 P3 山梨県の地名 P421 山梨県の地名 P405 山梨県の地名 p 4百五山梨県の地名 p 二2 1山梨県の地名 P421 海の国の宝物 P3 山梨県の地名 p P450 海の国の宝物 P3 祈りの形 P159 海の国の宝物 P3 祈りの形 P159 海の国の宝物 P3 海の国の宝物 P3 平成17年度山梨県立博物館年報、P40 祈りの形 P136 ありがとうございます